軽客車オリエントサルーンオリエントサルーンオリエントサルーンは日本国有鉄道及び東日本旅客鉄道が1987年から2000年まで保有していたジョイフルトレインと呼ばれる鉄道車両である1987年1月に落成した仙台鉄道管理局向けの12軽客車を種車にした改造和式客車和式客車ではあるが全体的には オーデザインを採用しており、絨毯時期の座敷に、座椅子・座卓を設置した、ワイヤを設中構造が特徴。客室内に専用仕切り壁を装着し、個室とすることが可能な構造である。編成は以下の6両で構成される。うちは9番号。定員は展望者28人、一般車38人。イベント専用車は、定員外。全車両とも、 グリーンシャいとなる。車体塗装はボンマルンチに、車体側面上部、層か、裾に金色の帯を配する。各社の車体側面にシンボルマークを持つ。氷山工場が改造志向。車内、編集は式車両のため床面に跳ね上げ式の通路を備える。座椅子と座敷を設けた座敷構造であるが、使用しないときは床下収納も可能。 全面重短時期とし、往復イメージを演出。客室内の3箇所に専用仕切り板を装着することが可能で設置することにより、客室を4室に仕切ることが可能。従来の網棚は撤去し、室内側面上部に荷物入れを新設したほか、床面積を広げるため暖房装置も室内側面上部に移設した。室内の両端部には28インチのモニターテレビを、 設置し一旦にカラオケ装置を設置。個室にする場合は、各個室十1インチのモニターテレビをセットすることが可能。車タンブデッキと客の間に吸着器を設置するほか、2.5号車では冷蔵ショーケースも設置。トイレ、洗面所を備える。窓は上段加工下段上昇式のユニット窓のままであるが、従来のロールアップカーテンを撤去し、 ローマンシェードを採用する。車体、編集外部では、トイレ、洗面所と、反対側の側面ドアを塞ぎ、屋根状の AU13 型分散式冷房装置を一機撤去しご機とした。大宮工場が、改造志向。種車となった、スハフ12系の乗務員室側連結面を内側に、向け、連結面側の端部を切り落として新たに製造した、展望室部分を接合。 車体下部にはスカートが装備。車体長の約1、4が展望室でそれ以外が一般車と同仕様の客室とした。展望室は前面、側面とも大部分をガラス張りとした他側面には天窓が設けられ車内の窓枠は金色に着色。展望室内天井には金色枠にクリスタルガラスをはめったシャンデリアを取り付け。 室内にはソファを設置し床には絨毯を敷く。展望室以外の部分の室内基本構造は一般車と同一であり仕切り板を装着して車内を3室に仕切ることが可能である。トイレ、洗面所は撤去。従来の12系客車と同様サービス電源用に DMF15Hz G 型発電用エンジンと DM93 型発電機を床下に装備し、 編成全体に給電する。氷山工場が改造志向。客室中央部は床面に絨毯を敷いたフリースペースとした。青森型をイベント用ステージとし、37インチの大型モニターテレビからおッケスピーカースポットライトを設置する。ステージ後方には更衣室、更衣室の後ろにはフリースペースに置く椅子、テーブルを収納する収納庫とした。 上の方には回転椅子を置いたカウンターテーブルを設置し、内部にはカラオケや車内放送用機器制御装置を搭載する。また、撮影した映像を他社のビデオモニターに向けて放送することが可能。他社と同様に、出入り口は側面一箇所のみとした。窓も従来のユニット式のままであるが、カウンターや更衣室などを設置したため一部が埋められた。カーテンは他社と異なり、 横引式を採用するとともに、トイレ、洗面所は撤去。専用機 ED75707ED75711 が専用検引機に指定され、同色への塗装変更を施行。改造後は、福島客貨借に配置され1987年2月7日に営業運転を開始した。国鉄分割民営化後は、JR 東日本東北地域本社に承継され、 仙台電車区に転属。老朽化が進んだことにより、2000年10月30日から11月5日にかけてさよなら運転を実施し、同年11月17日に廃車となった。ありがとうございます。